デン、テオ、僕、好きな人は骨の髄まで甘やかすタイプだよ。おい、起きろよ。はい、サンドイッチベーコンレタスサンドいかがですか。彼に少しでも会いたくて通い続けた花屋。本当は自分から伝えたかったんだけど、僕の日常は彼からの一言で180度変わった。あの日から半年、僕は彼と共に幸せの絶頂にあった。って、せっかく綺麗な形してるのに痛そうだな。駆け出しのフラワーアレンジメントの彼は手だけいつもひどく荒れていた。なんだよ。起こしちゃった？ごめん。いや、ずいぶん荒れてるなと思って。手のことか。花の手入れのために毎日水を触りまくってんだから、そりゃそうだ。手袋しながらとかできないの？素手で触らないとわからないこともあるんだよ。花が新鮮なのかどうか、葉っぱの一つ一つにまで水が行き渡ってるか、花の繊細さだって触ってみるまでわからない。なんか喋れよ。ううん、別に。ただ花のことを喋る時の蓮、好きだなーって。な、好きだけど、ちょっと花に嫉妬しちゃうな。もう、何も言わないでくれ。あ、いいもの思い出した。ちょっと待ってて。あ、おう。確か、この辺りに。いや、こっちだったか。おい。そうやってお前、部屋散らかして。後で片付ける。嘘つけ！いっつも片付けるの俺じゃねえか！そんなことは。ああ、こんなところにあった。レン、テオ。変なことするんじゃないだろうな。変なことって何？何想像してるの？いや、いいよ。なんだよこれ。ハンドクリームらしい。らしいってお前。この前営業が取引先でもらってきた試作品らしい。香りがいいって評判だったけど、どうかな。柑橘系の香りだな。多分シトラス。甘ったるさがなくて俺は嫌いじゃない。それはよかった。じゃあ右手出して。お前こんなに世話焼きだったんだな。意外。意外って失礼だな。僕、好きな人は骨の髄まで甘やかすタイプだよ。な、おま、あ、でもご褒美はちゃんと欲しいかな。はあ？いきなり何を？ここに。ったく。お願い。はあ、しょうがねえな。なんだかんだ言って僕に甘い可愛い蓮。重ねたお互いの手からは同じシトラスの